皆さんこんにちは。私は今日も青森県八甲田東側七戸町に来ております。さてプレゼンをするときにとても大切なことはゴールを決めてそこに一直線のストーリーを作るということです。逆にあまり聞いていてスッと腹落ちしないストーリーというものはこのスライド一枚一枚作っていって積み重ねていったなというものはゴールまで一直線ではないぐにゃぐにゃしたものでいるので聞いているとなんとなく疲れてくるものです。一直線になるようなそんなスライドを作るということを心がけることをお勧めいたします。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。